どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 GoTo トラベルキャンペーンのね、事後申請方法と一部ね、登録事業者がね発表されましたのでね、こちら解説していきたいと思います。まずね、この GoTo トラベルキャンペーンなんですけども、完全にね見切り発車という感じで、始まってしまいましたね。個人的にはもうちょっとね、詳細等々がね発表されてからね開始されると思ったんですけども、未だにね完全に把握ができていないというか、まあホテル側もですね、キャンペーンのね対象かどうかもわからないみたいなね、そんな状態で、まあ今回ね、スタートしてしまったこの GoTo トラベルキャンペーンなんですよね。まずね、この GoTo トラベルキャンペーンのマリオットボンボイホテルのね、ポイント宿泊に関してなんですけども、GoTo トラベルキャンペーンのですね、公式デスクの方の回答としては、ホテル料金がね、領収書に記載されれば OK、レストランの事前予約した場合は OK、ホテルの宿泊の当日などに追加したものは NG、 領収書、明細があればね OK というね、まあ、回答をねいただいたんですけども、まあ、こちらですね、他の方が問い合わせた場合に、まあ、ちょっとね回答が違うということもあったみたいなので、まあある意味ね、まあ、予想通りといった感じで、まあ、キャンペーンのこのデスク回答もね、まあ、ばらつきがあるということで、まあ、錯綜してる感じがね見て取れるかなっていう感じなんですよね。まあ、個人的にはですね、まあここまでねデスクの回答ばらつきがあるということですので、まあ後からね、まあ、これだけ NG になるみたいなね、まあそういう状況はねちょっと予想しづらいかななんて思ってる感じなんですよね。まあさすがにね、まあ、後出しじゃんけんみたいな感じでね、まあ、対象外連発するとですね揉め事になれかねないので、緩やかっていうかね、緩めに OK になるんじゃないのかななんてねふうに思ったりも、しております。次にね、事後申請の方法なんですけども、こちらね公式サイトが4月23日にですね更新されました。まあ詳しい内容がね、まあ、出ておりまして、まあ、基本的にはですねそこまで変更点っていうのはないんですけども、旅行業者等をね通じて予約でね事前決済した場合は、GoTo トラベルキャンペーンのね参加条件を満たしている旅行業者、 GoTo トラベルキャンペーンのね参加条件を満たしている、宿泊者であれば、こちらねキャンペーンの対象になるということで、旅行業者を通して予約を事前決済した場合なんですけども、こちらに関してはですね事後申請はこちら側でね、まあ、しなくていいということがね、公式サイトで発表されております。申し込みしたね旅行業者に問い合わせてくださいということになっておりますので、この文言を見る限りだとですね、旅行業者を通じて事前にね予約決済した場合は、旅行業者からですね 35% 分ね、まあ、還元が受けれるっていう感じになるのではないのかなというふうに思います。またね、宿泊施設で直接予約をした場合、またね予約サイトを通してですね、手続きを行って現地決済した場合に関しては、こちらね、自分で事後申請のね還付の手続きが必要となるっていう風になっております。特にね予約サイトを通して予約をして現地決済した方は事後申請がね必要になるっていう点をね、確実に覚えておくようにしてください。こちらはまあ予約サイトを通してね予約しているわけですけども、現地でね支払いをした場合は自分でね申請しなくてはならないっていうふうになっております。それではですね、この申請の方法なんですけども、宿泊施設でね直接予約をした場合、および予約サイトを通して予約をして現地でね支払いをした場合ですね、こちら当初との変更点としてはですね、当初こちらの申請自体は郵送かオンラインでね申請可能ということで発表されていたんですけども、今現在はですね郵送のみというふうになっておりまして、オンラインでのね申請は間に合ってないっていう感じになっております。またね、以前までは個人情報同意書はね送付する必要があるというふうにねなっていたんですけども、こちらはね必要なくなったというふうになります。でこちら申請できる期間なんですけども、2020年の8月14日から2020年の9月の14日の消印まで有効というふうになっておりますんで、期間はですね1ヶ月ぐらいしかないんですよね。まあこちらはまあ最近ね利用した方はね丸々ね1ヶ月期間がありますので、1ヶ月あればねまあ大丈夫かなというふうに思うんですけども、8月末とかにね利用した場合ですね、2週間程度しかねこの申請する期間がないので、まあ、この点はね早めにね申請ね出すようにしましょう。必要書類なんですけども、ちょっとね公式サイトを見上げさせていただいて画像を出させていただきますね。まずね、事後還付申請書、支払いの内訳がわかる書類、
宿泊証明書、口座確認書類、口座を確認できる書類ということで、こちらね、5点がね、必要というふうになっておりまして、1つ目と4つ目ですね、口座還付申請書というものと、口座確認書というものは、こちらね、公式サイトでご自分でね、ダウンロードする必要がありますので、概要欄にですね、こちらの公式サイト載せておくようにしておきますので、こちらがね、ダウンロードして利用するっていう形になります。で、2番目と3番目ですね、払い内訳がわかる書類ということで、払い内訳が記載された領収書、もしくは支払い内訳書等っていう風になっておりますんで、まあ、それにね、準ずるものという感じになっております。またね、宿泊証明書、氏名、宿泊日、宿泊人数なのはね、記載されているものということで、この2点に関しては現地のホテルでね、もらうようになりますので、確実にね、もらうようにしていただけたらなというふうに思います。この2つがね、ないとですね、申請できなくなってしまいますんでね、注意がね、必要というふうになります。ホテル等々もですね、昨日ですね、キャンペーン始まったわけですけども、ホテル側の方もですね、かなりバタバタな対応をね、なってるみたいなので、こちらね、チェックインの際でもチェックアウトの際でもいいので、確実にね、もらうようにしてくださいね。次にですね、7月23日時点でですね、登録済みのね、事業者、ホテルですね、発表されました。こちらね、あくまで一部というふうに思っておりますので、順次増えていくのかなというふうに思います。ちょっとね、そちらの画像をね、ここら辺に出しておきますけども、ヒルトン東京ベイとかですね、コンラッド大阪とか、ヒルトン系がね、加入が確認されましたね。見ていただけると分かる通りなんですけども、ヒルトングループみたいなね、そういう記載ではなくてですね、個別のホテルでね、この記載されているわけなんですよね。ということなんで、どのホテルもですね、なんとかグループみたいな形ではなくて、ホテルのね、個別名でね、記載されていくっていう感じになりそうですね。で、またなんですけども、マリオットボンボンホテルに関しては、今のところこの登録事業者というところに記載はないんですよね。ですけども、これもですね、今後ね、順次追加されていくのではないのかなっていうふうに思います。というのも、軽井沢のね、マリオットボンボンホテルの公式サイトには、こちらまだ事業者登録としてね、まだ載ってはいないんですけども、公式サイトの方にですね、対象ホテルであって今ね、申し込みをしている最中ですみたいなね、こういうね、公式サイトにですね、文言書かれておりますので、今後ね、マリオットボンボンホテルもですね、こちらの事業者一覧にね、入っていくと思います。ですけどもですね、利用してね、還元が受けられないとですね、もったいないので、もしね、マリオットボンボンホテルで、利用する際はね、事前にホテルね、確認していただけたらなというふうに思います。以前ね、私が問い合わせた時にはですね、マリオットボンボンホテルね、この GoTo トラベルキャンペーンね、全体的に対象というふうにね、回答はいただいてるんですけども、利用して、還元受けれなかったらね、意味がありませんので、こちらね、確実に確認していただけたらなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですね、GoTo トラベルキャンペーンの自己申請方法と一部ね、事業者が発表されましたので、こちらね、解説させていただきましたけども、思った以上にですね、今回バタバタでね、キャンペーン始まってしまいましたので、ホテルの方の対応もね、かなりね、錯綜しているっていう感じがね、あるみたいですので、書類がね、宿泊証明書とですね、明細書等々をね、もらわなきゃいけないわけなんですけども、こちらもね、受け取るのにね、かなり時間がかかるっていう風なね、話聞いておりますんで、そちらはね、覚えておくようにしていただいて、チェックアウトとかのね、時間等々もありますんで、時間にね、余裕を持ってね、利用してみていただけたらなっていう風に思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルではですね、こういったマリオットボンボンホテル、 ANA マイル、 JAL マイル、お得情報、クレジットカード発信させていただいておりますので、もしね、チャンネル登録してない方はね、ぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。